ごめん。どうも、マツケンです。今回はコストコ購入品の4月3週目編お送りします。ということで今回は毎週恒例のコストコで買ってきたものをまとめて紹介する回になります。4月3週目編ということで、今週もですね、2回、3回パトロールしてきました。で、購入品がですね、全部で10点あるんですけど、まとめて紹介すると30分以上の尺になりそうなんで、今回は前編ということで5つの商品ね、まず紹介していきます。今回は一つ一つさらっと紹介していく感じになりますので、すでにレビュー動画作っているものに関しては概要欄の方にリンク貼ってますので、気になるものがあればぜひそちらもチェックしてみてください。このチャンネルではコストコで買ったものを毎週紹介しておりますので、よければチャンネル登録ぜひお願いします。あとね、最近プレイリストを新しく作っておりますので、新商品だったりおすすめ商品に絞ってね、まとめて動画の方を見れるようにしてますので、そちらの方もですねぜひチェックしてみてください。はい、ということで早速今週の購入品1点目の紹介でございます。まず1点目の商品はこちら、伊藤ハムのグランドアルトバイエルン 1kg。 こちら何回もリピートしている商品になります。 1kg 入ってて価格1298円です。通常価格結構高めなんですが、割とクーポン出る回数が多くて、もう毎月何かしら絶対クーポン出てるんですよね。ただ最近パトロールするタイミングとクーポンになるタイミングが全然合わなくて、ここ3週間ぐらいずっと変えてなくて、ようやく今週変えたという感じになってます。この商品買ったら、まとめてね、切り込みを入れて冷凍しておきます。ということで切り込み入れ終わりました。この状態にして、冷凍ストックっていう感じですね。フリーザーバッグに入れるとこんな感じになります。ちなみに今回購入した分の本数数えてみましたが46本でした。23本ずつ一応振り分けて入れております。アルトバイエルンは弁当のレギュラーのおかずなんで、毎日確実に出ていくんで、1キロ買ったとってすぐなくなっちゃいます。今回購入分の消費期限が5月5日までで、さすがにこの46本はですね、それまでに使い切ることはないので、もう大体買ったら冷凍しちゃってで、使う本数分ずつ解凍してっていう感じですね。はい、言うても加工食品やし、必ず加熱するんで、冷凍しておいたものを調理して、なんか味落ちたなって感じたことは、一回もないんでね、自己責任で、この期限がね、気になる人はこんな感じで運用してみてはいかがでしょうか。続いて2点目の商品はこちら、アルファミックのオーブンペーパー。こちらもリピート買いしてる大容量サイズのオーブンペーパーになります。本当は先週のうちに買っておきたかったんですが、欠品しておりまして、ずっとこの1週間そわそわ過ごしてたんですけど、ちょうど今週入荷してましたんで、ひとまず安心という感じです。先週今週とこの消耗品売り場をねチェックするたびに、ないわみたいな感じになってたんで、もうこれをね発見した時は、マスクしてたんですけど、もう相当ニヤニヤしてたと思います。これ自体は特に何かすごい機能があるっていうわけじゃなくて、50メートルサイズで
結構長く使えるっていう点で気に入ってます。でね、昔はこれ1本ずつで販売されてたんですけど、今は2本縛りになってまして、まあ、1本あたりの価格は599円ですね。耐熱温度250度で30センチ幅かつ50メートルサイズってなると、なかなかね売ってないですよね。オーブンペーパーなんていろんなところでね買えますけど、この50メートルサイズっていうのがねなかなかないので、600円ってね高く感じるんですが、他社製のもので50メートル分集めたら多分価格差っていうのが出るんで、それでね計算してみるといいと思います。多分ねざっくりな計算ですけど4割5割安いんじゃないかなという感じですかね。このカッターの部分はプラスチックですね、金属じゃないんですよね。この白いタイプなんですけど、このメーカーのもので無着色タイプ、茶色いオーブンペーパーっていうのも存在してるんですが、コストコではね一回も販売されてないんですね。この白いタイプオンリーなんで、その無着色タイプをですねコストコで買えるようになったらいいなと思うんですが、前ね楽天で、買ったんですけど、1本送料込みで1200円ぐらいしました。使ってる感じはね、まあ、白よりもその茶色の方が好きなんで、はい。このオーブンペーパーは年に 1,2 回ぐらいかな、買ってる感じになります。はい、続いて3点目の商品はこちら、北海道産の330 5kg です。今回は北海道のお米を購入しました。330という品種なんですけど、これがね他のお米と違った栽培方法で作られてまして、直販栽培と言われる田植えをカットして作られたというものになります。普通お米作りでは苗を育てて、その苗を田んぼに植える田植えのこの2工程っていうのが必ずあると思うんですけど、それがね、水田を準備した状態で種をまくっていう方法らしいです。まあ直販栽培にもねいろいろな手法あると思うんで、これはもっと複雑な作り方されてるかもしれないんですが、まあ苗を育てて田植えをするっていうこの時間とコストがかかるプロセスをもうバッサリカットしたということで、食べたことなかったんでね、ちょっと今回はこれにしてみました。はい、中はこんな感じで、もう至って普通のお米ですね。北海道のお米といえばゆめぴりかが福岡のコストコでも売ってるぐらい、まあ、メジャーな品種だと思うんですけど、それと同じ質感、低アミロース性を持っていてしっかりとした粘りがありますということで、同じ量のゆめぴりかをコストコで買うと価格が 5kg で1898円します。330だと1498円なんで、まあ、価格差400円ってことになるんで、品種重視なのかコスパ重視なのかで、まあ、お米の選び方って変わると思うんですけど、うちはもうコスパ重視でやってますので、この価格差400円っていうのはねかなりありがたいです。はい、で炊くとこんな感じになります。パッと見普通のお米と同じで直販感は全くないです。今回米仕込んだ時の水加減っていうのが神がかってたってこともあるんですけど、米自体の美味しさですね、しっかり甘みがあって、このお米だけ食べてて美味しいって感じれるぐらいいいです。このお米のパッケージ裏面にはいろいろ330が生まれるまでのエピソードみたいなのもちょっと書いてありますし、消費者としては手元に届く価格が安くなるんで、それはすごいメリットの一つだなと思いますので、まあ、お米次どれにしようかなって考えられている方はもしあったらね、ぜひこれおすすめです。はい、続いて4点目の商品こちら、カークランドシグネチャーのレッドグレープフルーツカップです。こちらカークランドの人気定番商品でございます。冷蔵コーナーで、売ってるやつなんですけど、こんな感じの皮むきグレープフルーツのシロップ漬けですね。これが12個入っておきます。コンビニのデザートコーナーとか行くとこういったフルーツカップ置いてますが、コンビニで売ってるやつなんかは1カップあたり200円超えてたりするんで、コストコのこれはまとめ買いにはなりますけど、コスパの面ではめちゃくちゃ優秀ですね。久々食ったけどうまい。これシロップ漬けなんですけど、日本のフルーツの缶詰みたいになんかドロッとめちゃくちゃ甘いっていう感じじゃなくて、全然サラッとしてるんでジュースみたいな感じで飲みやすいです。
これ1カップあたり 227g 入ってるんですけど、大人でもこれ1カップ食べたらだいぶ落ち着くぐらいの量入ってます。今ぐらいの時期だといつ行っても買えるぐらい在庫はね、いつもあるんですけど、これがね、暑くなるにつれてどん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 なんか人気が高まるというか、買う人が増えていきますんで、夏場なんかはね、ほんと欠品してることの方が多くなったりするぐらい人気があるやつです。この商品買う時のポイントというか注意点みたいなのがありまして、たまに苦い個体が入ってます。僕はそんなに引いたことないんですけど、過去に1回か2回かな、なんかバグったぐらい苦いやつがあって、それ返品したんですけど、ほんと苦いやつは苦いんで、ただそれは仕様で、商品の値札のところにもそういった注意書きがあるんですよね。個体差があって苦いけど、それはなんか商品的な不良とかではありませんみたいな。なので評判を聞いて買ってみたけどめちゃくちゃ苦いやんかみたいな経験をされた人はあんまり好きじゃない商品かもしれないです、はい、その点については開封して食べてみて初めて分かることなんで、パッケージ見て分かることじゃないんでね、ガチャ要素があるよっていうことはちょっとネックなんですけど、まあ、それでもね、美味しいやつは美味しいんで、うん、生のグレープフルーツ買ってこういった状態に剥いてシロップでつけて仕込むっていう風になると結構な手間ですよね。ゴミも出るし、そういったことも考えると1カップあたりね、130円40円ぐらいでパッと食べれちゃうんで、これからの時期なんかね、特におすすめの商品です。続いて5点目の商品はこちら、ベーカリー新商品のストロベリーマスカルポーネケーキです。今週登場したベーカリーの新商品になります。定番のストロベリースコップケーキの上位互換の商品ですね。いちご味のホイップクリームと中のマスカルポーネクリームというのが特徴になっております。価格は1798円で約300円ほどアップしております。こちらが小分けして保存してたものになります。消費期限前に食べきれない分はこういう風な感じでコンテナに詰め替えて冷凍保存ですね。でこれは冷凍してたものを冷蔵庫の中でね、解凍して通常の状態にしているものになります。こんな感じでスプーンでざっくりすくって容器に入れている関係で、見た目はね、普通のケーキよりかは良くはないですけど、味は全然大丈夫なんで。まあ、でこの商品のレビュー動画のコメントで、このマスカルポーネクリームのチーズ感どんな感じですかっていうコメントをいただいてまして、このマスカルポーネクリームのチーズ感はティラミスと同じかそれ以下ぐらいですかね。チーズ特有の、発酵臭というかツンとくるような感じとか癖も全然ないので、こんな感じでバクッと食べる分には正直わかんないと思います。普通のチーズケーキなんかよりも優しめで、チーズがめちゃくちゃ苦手でちょっとでも口に入ったらもうベってなるぐらい苦手な方ってない限りは絶対美味しく食べれると思います。まあレビュー動画でも言ったんですけど、このマスカルポーネクリームよりもどちらかというとこの全体のイチゴ感の方が印象に残るんで、このホイップクリームもほんのりイチゴ味がして、それでこう普通のスコップケーキよりもね、食べやすいっていう印象ですね。で最近美味しい表現として食べた後に無言で拍手するっていう、称賛するっていうようなことをやってるんですけど、このねレビュー動画ではね出なかったんですよね。でその理由としては、買ったものがね消費期限ギリギリのやつを買ったということで、まあ、他のスイーツだったら別にそんなに影響ないんですけど、いちごが使われてるスイーツなんか特にですね、この生のいちごが日ごとに質が良くなくなってくるんですよね。僕が買ってたものが製造日から3日目のやつで、翌日賞味期限が切れちゃうっていうものだったんで、それに気づいたのが食べる直前で、うーわってなっちゃって、そこからメンタルが乱れまくりました。なので食べてから一口目のリアクションとかも全然取ってないし、ずーっと食べてるし、でいざコメントを言う時ももうメンタル持ってかれてたんで、2分ぐらいの喋るシーンが十何テイクか撮り直して、ほんと久々にこういうボンミスやっちまった
朝一パトロールするとこういったものがね、当日製造分がね、行く時間帯によっては出てないことがあって、でフレッシュなものがね買えないことってあるんですけど、まあ、もしこの動画見てくださってる方々はなるべく当日製造分、もしくは朝一だったら前の日に作られたものでもまあ許容範囲かなという感じですね。レビュー動画とか抜きにして普通に僕が消費する分で買う場合だと絶対買ってないですもんね。消費源前日のスイーツは買わないんで、はい。店舗によっては今マンゴームーススコップケーキっていうのもね出てるとこあると思うんですけど、あれに関してはその上に乗ってるフルーツのコンディションっていうのは日が経ってもそこまで変わらなかった印象なんですよね。これからストロベリーマスカルポーネケーキ購入予定の方はぜひ製造日をしっかりチェックしておくことをお勧めします。ほんとこれはイチゴが新しいうちにどれだけ食べきれるかっていうのがポイントになりますんで、こういったスコップケーキとかスイーツ系の小分け保存方法なんかもね、過去の動画で紹介しておりますので、気になっている方はぜひそちらの方もチェックしてみてください。ということで今回はコストコ購入品4月3週目前編ということで5つ商品を紹介しました。残り5つの商品は後編で、早ければ次回、まあ来週中にはね出しますので、よければチェックしてください。このチャンネルでは毎週コストコで買ったものを紹介しておりますので、まだチャンネル登録お済みでない方はぜひ登録お願いします。週 4,5 本ペースで動画の方出してるんですけど、日によって更新時間帯が結構まちまちなので、チャンネル登録しておいていただくと動画の方ね漏れなくチェックしていただけるかなと思いますので、ぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。